2036年に存在が証明された XYZ に続く第4の次元軸 W 次元間電磁誘導装置、通称コイル。次元軸 W に存在する無尽蔵のエネルギーを取り出すために開発された。ニューテスラエナジーと各国政府により構築されたシステムは世界システムと呼ばれ、文明社会の在り方を根本から変えた。人類はついに手に入れたのです、無限のエネルギーを。怪我したくなきゃおとなしくその不正コイルをよこせ。回収やろ。私、物じゃないんです。どうですか、可愛いですか。いやなんでこんな格好なんですか。私コイル嫌いのあんたが生きていけんのも私のおかげだ。彼はこの世界を裏切れない。いずれ僕のものにしてみせるよ。